まず、ね、前回も弾かせてもらったんですけど、こうまず触ったアンプで鳴らした時にこうなんかトーンがこうあジャズ弾きたいなみたいなトーンになるというか、うん、まあ、これもそうなんですけど、ね、こちらも今日弾かせてもらってこう出てくるこのものがこうなんていうんですか、ロックとかじゃなくてこうなんかちょっとこうおしゃれなムーディーな、なんかこうジャズの親指とかで弾きたくなるようななんかなんかこういうサウンドをしてるなっていう印象ですね。弾き心地はすごい弾きやすいですね。弾きやすいし、演奏性で言うとまあそうですね、まあでもジャンルはちょっと縛られるかもしれないかもしれないですね。ちょっと歪まして弾いてないからあれなんですけど、でもクリーントーンだとね、今結構ローファイな感じとかも流行ってますし、まあ、ジャズなトーンとかそういうのだったら多分すごいマッチするのかなとは思うんですけど、そうですね。でもロックでもまあこのねセミフォローだからハウリーが心配ですけど多分大丈夫とは思うんですけど、まあでもなんかこういうギターでロックしててもかっこいいかなとは思います。めちゃくちゃ感じましたね。なんかこう見た目全く一緒なんですけど、まあ、木がねこっちメイプル、ね、ネックメイプルだったりとかアッシュだったりとかして、僕はこっちが好きでしたね、レッドウッドが、色はこっちが好きなんですけど、はい、でもサウンドはこのレッドウッドの方が、ね、好きですね。なんかこっちのギターの方がこういろんなジャンルで弾いてもいいのかなと思いますね。いい意味でこういろんな可能性を秘めてるような音を思ってるというか、そんな感じがして、でこっちのレッドウッドの方はなんかこう、まあ、弾いた瞬間にあもうこれしか弾きたくないみたいなサウンドを持ってて、だからもう弾いてるフレーズがもうちょっとこうねジャジーなものになっちゃったりするんですけど、とはいえでもこの2本ともなんか別にジャズに限らず、ねまあ、ソウルミュージックとか、ね、R&B とかも絶対合うし、まあゴリゴリ沈ませるロックとかちょっと、ね、やんないと分かんないですけど、まあ、ピックよりもなんかこうフィンガーで弾く感じ、まあ、特になんかこうウェスとかみたいなこう親指で、まあ、特にこのなんかオクターブ奏法みたいなのがすごい、あんまりレンジ広すぎるとこう迷うじゃないですか。なんかいろいろできすぎちゃって。でもこれはなんかもうこれしかできま、ここの待機しかいませんよみたいなこうのがしっかりしてくれてるから、多分こうアンサンブルする上でなんか音作りしやすいかなっていう印象はあるんですね。